総務省が発表した2月の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除き前の年の同じ月に比べて 0.6% を上昇しました。プラスは6ヶ月連続です。2月の消費者物価指数は原油高の影響でエネルギーは 20.5% 上昇し、このうち電気代が 19.7%、灯油は 33.5%、ガソリンは 22.2%、それぞれ上がっています。ただ、ロシアのウクライナ侵攻が2月24日だったため、その関連の原油価格上昇の影響は今回の数字には現れていません。総務省では今後の動向を注視したいとしています。